じゃあ簡単なやつ見せますね。そしたら使うのはこのカードと、これの2枚だけ使います。こっちにあるのは黒色のスペードの10で、こっちにあるのは赤色のダイヤの10です。これ赤と黒比べると、心理的に目立ちやすい方ってこっちの赤の方なんですよ。ほら例えばあの動物の血の色みたいな感じで、こっちの方が危険色というか警告色としてイメージが強くて目立ちたがり屋なんですよ。これ赤の方ちょっと手出してもらっていいですか。こっちの赤の方を持ってもらって、この状態で黒を振ると赤の方がイメージが強いので、上に赤手開いてください。下の方に黒が移動します。こんにちは、ウィルです。今回は相手に何か教えてというふうに言われた時にすぐに教えられてインパクトの強いマジックを紹介したいと思います。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。まずは2枚のカードが必要ですが、おすすめはこのようにマークが多い10の方がいいと思います。そして対照的な赤黒を使うのがおすすめです。そして、これの中で使われている技法としては、ダイバーノンさんのオプティカルモンテという動きです。手前の方に今赤があって、こちらの僕のこっちの方に黒がありますが、これをこのように返す動きの中でこのようにして入れ替えています。こちら側には黒が来て、こちらが赤ですね。実際にはこれ動きとしては矛盾が生じていて、普通にひっくり返せばこのように見えるはずなんですが、相手としてはあくまでも赤の方が手前にあるという認識なので、このようにひっくり返して入れ替えた時に手前にあるのは赤と思い込むわけですね。それを利用した錯覚です。技法的には簡単なのでそんなに説明しなくてもいいと思いますが、一応説明しておくと、これをひっくり返す時なんですが、このカードが縦になった瞬間にこのようにしてずらします。こんな感じにしてずらします。なのでこのタイミングではなくて、これをまっすぐになったタイミングでこうして入れ替えます。で、実演の中では固定カメラでなかなかミスディレクションをかけることができないので、結構実際よりも速いスピードでパッとこのように変えましたが、実際にはもっとゆっくりやります。スピード的に言えばこれぐらいゆっくりやります。今みたいにゆっくりやったとしても、相手に手を出してもらって、そして相手の手がこちら側に伸びてきたと同時にこちらを差し伸ばすと、でそのタイミングでこんな感じにしてすり替えます。で、ここからがポイントで、実際に僕が相手に何か教えてと言われたらほぼこれを教えてます。で、これ教える時のポイントなんですが、単純にこうやってすり替えてるだけだよ、はい終わりってだけじゃなくて、これに至るまで例えばどういうセリフ回して、どんな感じで例えばボディーランゲージをして、どのタイミングで相手に手を伸ばして、そしてすり替えるのか、そういったところも総動員してこの一つのパフォーマンスが成り立ってんだよっていうところも、伝えてあげると、よりこうマジック、パフォーマンスとしてのマジックに興味を持ってもらえるので、デモンストレーションとしてはそういう風な、形がいいかなと個人的に思ってます。はい、いかがだったでしょうか。一つのパフォーマンスで二度おいしいトリックになっているので、ぜひこれ人前で演じて、プラスこういう風に教えてあげると本当に楽しんでもらえるので、ぜひやってみてください。それでは。